北海道にいて、荷物船検査など規制が面倒だったと感じましたが、北海道に釣りに行く、釣り道具やロッドを持っていくときの注意点コツありますか？基本的にはないですよ。ここにこれ今石垣島行くのに竿入ってます。ベイトが 1,2,3 本、スピンニング2本、でこういう状態に、こう釣り竿ね、取り扱い注意ってなるわけですよ。でこういうのがつきまして、取り扱い注意っていうのが入りまして、注意点よくこれ貼られます。これ貼られてきますから、これ必ず外しといてくださいね。なんすか？これあのほらヒュンヒュンって飛ばすやつなんだけど、これね、荷物のタグのあれですけど、あの終わったらね剥がしておく。であとは、手荷物の方にリールとか持ってきません。必ず預けてください。ここにあの P ラインとか巻いてあると首絞めて殺そうとしてるやつがいるんですってなるんで、リールは持ち込み禁止です。いいですか？糸が巻いてなければ OK なんですが、リールは持ち込み禁止です。それからあのライフジャケットね、お持ち込みになるときにはこれライフジャケット入ってます。一番パカッと開けたら一番上に置いといてください。羽田空港から乗るときにはあのライフジャケット入ってます。はい、わかりました、終わります。でところが地方空港から乗るとき、今度他の地方の飛行場、小さい飛行場から乗るときですね、ライフジャケット入ってますって言ってもどこですか、全部ガチャガチャガチャってやられるから、パカッと開けたら一番上に置いておくんですね。ボンベが入ってる、予備のボンベはお持ち込み禁止ですよということになります。ウォーターランドのバズーカロットケースは、預け荷物として、預けて投げられるとも中のロットは大丈夫でしょうか？その中のロットの、しまい方次第ですね。国内の JAL だとか ANA の場合には、通い箱というのがありますが、最近はもうあの JAL、ANA はものすごく丁寧に扱ってくれるんで、特に JAL は、ね、ものすごく丁寧に扱ってくれるんで、まあ、あのソフトケースの方を使ってます。これあって、これソフトケースね。こっちハードケース、こっちは海外向け、海外に行くときはこちらを使います。ブラックダイヤモンドとワールドシャールはこれで持ってきます。あのただあの GT なんかの竿だとかマグロの竿となってくると、これだとあれなんで、ガイドがでっかいんでね、こいつを使います。うん、これめっちゃ軽いですね。はい、こんな感じです。あの普通のロッドケースはすげえ重たいのよ。だからどんどんオーバーサイズとかオーバーウェイト取られるのね。1m60 超えちゃもう今だダメですからね。1m60 まででございますから。反撃動画見た皆さん、こちらの方はですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。